ピンクなんだけどね。<laughs> まだあの男,男の女の子どっち生まれるかわかんないんだけど、みんなが予想して買ってくれたので一応これ持って行きます。インドネシアではあのレザーに聞いたんだけど、泊まることができるんですね。あの着て付き添いの家族お父さんとか？兄弟とか泊まることができる。 って言ってて、へえー、日本とは違うと思いました。マガスこんにちは。アシャンマライくんブロロハバリブロフ。アリちゃんです。今日は、入院する時のバッグを紹介したいと思います。はい、これですね。 今、もう文明とはです、ね、私でいつ生まれるかわからないのでもう生まれる前からちょっと早いんですけど準備をしておこうと思います。でインドネシアではお腹が痛くなって出産をして入院が1日2日だっけ レザーから聞きました。でも日本は普通にラヒランノーマルっていうのかなラヒランノーマルは、えー、5日間入院しますでもねお腹を切って出産するのがありますねその時は6日間入院するらしいです なので長く入院しますから持っていくものがありますねなのでそれを紹介したいと思いますで後で、えー、どうして5日間も入院するのって思うと思うから、えー、バッグを紹介した後にこの5日間のスケジュール 1>, 1日目2日目3日目何をするのかも紹介したいと思いますはい、よしではやっていきましょう私の病院のホームページに何を持っていかなきゃいけないのか書いてあったからそれをチェックしながら一緒に見ていきましょうこの中に入れるものですねまず 一番最初に。母子手帳ですね。お母さんと子供の手帳ですね。はい、これはあの？全部？子供と私の手帳です。<laughs> で、この中に私はまとめました。で、まず母子手帳ですね。これ、あのもし妊娠したら。 日本で市役所に行って妊娠しました報告をしますそうするとこの手帳をもらうことができるんですけどこれ絶対必要ですね、これは市からもらえる手帳ですこれを持ってきてください次に診察券ですね病院に行くときに必要なカードです これも持ってきてください。次。保険証ですね。保険証、アシュランシー。わかんない。保険証ですね。保険証必要です。次に。ハンコですね。みんな、あの、インドネシアでは、自分の。この証明するのはサインですね。日本は違います。ハンコです。スタンプです。ボーン。 これが必要ですこれは何でかっていうともしあの出産する時にお腹を切りますよってティバティバなった時その時はこう反抗で「はいあなたは絶対にお腹ボポトンブロックです」「はいそれでいいですねはいいいです」のサインをしなきゃいけないので反抗必要ですね。 なので次にはいこれは終わり次に服ですまずママのパジャマですねママのパジャマはいこれいつもこれ私が着てるこれパジャマですでこれは前にボタンがあるパジャマですこれを持ってきてください前秋パジャマで私は2個持ってきます 5日間入院なので2個持ってきますはいあとはお母さん用のあの下着ですねパンツとブラジャー、はい、そのセットですそのセットとあと腰をサポートする道具これを持ってきてくださいでしたあの 出産したら腰がぶっ壊れますからこれをして早くあの体を元に戻すこういうのこういうのはいこれを持ってきてくださいって書いてあったので、えー、持ってきますこれラタラタカロリーインドネシアサトジュタアン。 一万円ぐらいです。はい。次、<laughs> あ、はい。赤ちゃんが生まれて退院するときですね。退院するときに着る服です。肌着と服とおくるみ、この三つを持ってきます。これはね、あのー、前トゥジュブラナン、えー、なんだっけ、トゥジュ祝乱祝乱したときにみんなにもらった。 服とあとは自分で買った肌着これをワンセット持ってきます。ピンクなんだけどね。<laughs> まだあの男男の子女の子どっち生まれるかわかんないんだけどみんなが予想して買ってくれたので一応これ持っていきます。ああとえー、っと入院してる時にあの血が だらだらなのでので私のナプキンですねナプキンも一応書いてませんけど持っていこうと思います不安ですからはい以上かなで次に病院に準備してあるもの大体、まあ、いいタオルとかシャンプーリンスとかえー、とホテルについてるアメニティっていうのかなこうねくしとか歯磨きとか。 そういうものは全部ありますよって書いてあるねあとは毎日の赤ちゃんのおむつとかお尻拭きとかも全部ありますよだから準備しなくていいですよって書いてありますで次に5日間何するのっていうお話なんだけどまずその前にインドネシアではあのレザーに聞いたんだけど 泊まることができるんですね。あの来て付き添いの家族、お父さんとか兄弟とか泊まることができるって言ってて、へえー、日本とは違うと思いました。日本はあの面会時間っていうのがあって、朝の私の病院は朝の9時から夜の9時まで。 この12時間だったら来てもいいですよっていう病院ですでほとんどの病院ってそうだと思いますだからそこが違うところだなと思いましたでもあのー、毎日来てもいいから問題ないかなって思いますじゃあね生まれてから退院するまでのスケジュールを紹介しますねまず生まれた日え お腹痛いすいません今から病院に行きますの日ですねこの日は1日あのもう「休んでください」って書いてあるねでこの日は赤ちゃんは病気になりやすいから面会するのは家族だけ「お願いします」って書いてあるだから友達とか来れないってことだねで面会も午後から って書いてありますで赤ちゃんは何するの赤ちゃんは生まれた日産声って言って生まれたすぐに出る声を録音してで後で退院する時にアルバムにして私にくれるみたいです楽しみはい。<laughs> まだ生まれたすぐはミルクを飲むことができないから砂糖水 を飲ませた後にミルクの授乳が始まりますって書いてある2日目朝から私の貧血の検査をしますであとはおっぱいマッサージとか赤ちゃんとその日から一緒にあのー、部屋で入院することになりますで2日目は赤ちゃん 足形を取りますだたぶんなんかこうスタンプかあの何土にこう足こう入れて型を取るのがあるねそれをやりますだってで朝から初めてのお風呂に入りますえー、かわいいね足型だってこんなちっちゃいんじゃないあー楽しみはい <laughs> 次3日目。 えーとむくみ予防のために看護師さんが私に足のマッサージをしてくれます、ね、でそのあ、えー、と先生と,、えー、と診察があります「大丈夫ですか、えー、体あの痛いところない?」とか「心のケア」とかそういうのもやってくれます「赤ちゃんも一緒にお風呂に入ります」とのことです。 次4日目、えー、と赤ちゃんののお風呂の入れ方を私が勉強します。私の赤ちゃんを看護師さんがこう洗ってくれるね「ここから洗うよこういう洗い方ですよ抱き方はこうですよ」っていうのを教えてくれますでそのっ、えー、と「赤ちゃんの採血血の検査をします」って書いてあります。で次、5日目かな。 今度は私また貧血の検査をします採血ですね。でその後私が初めて赤ちゃんのお風呂を入れます退院するために、えー、私にいろいろ説明します。これからどういうふうなことがあってえっ、ー、とこんなことをしなきゃいけませんっていうのをえー、先生から教えてもらいます。 一番最後は、えっと、赤ちゃんに生まれつき何かこう病気とか変なことがないかっていうチェックをするんだってでその結果が出るのに1か月時間がかかるよって書いてあるおその検査もしてくれるんだねで最後にお風呂入って退院ってなりますはい5日間入院すするんですけど 何にもしなないいいっていうことじゃないですね。血の検査したり赤ちゃんの検査をしたりお風呂の入れ方とかおむつの替え方とか全部、えー、看護師さんにその時に教えてもらってよし OK ってなったら一緒に帰るっていうシステムだねでもそれを何インドネシアの病院では1日2日入院だけだからその2日間で 全部やるのかなすごいね <laughs> 初めてあのこれから出産するんだけど1日2日であの歩き方とかどうなんのかなちょっと不安だけどねまあこの後も生まれてからどんなどんな穴に体調になるのかとかこんなことがあったとか入院してる時も動画撮ることできると思うから。多分入院する時 個室こうみんなと一緒の入院じゃなくてあの1人だけの部屋でパパ「いい?」って聞いたら「いいよ」って言われたから1人の部屋になるのでその時にいろいろ「今日はこれをしたこれをした」ってみんなに紹介してやろうと思います。はい <laughs>、はい、どううですかかかか全然違うななとと思っったた何質問ねあら 聞いてください一緒にインドネシアの文明一緒に頑張りましょうチャンネル登録忘れないでください。オッケー。はい今日も見てくれてありがとうございましたチャンネル登録をサブスクライブディングルーパーコーメンケー。Okay? はいじゃあバイブルテムなぎやありがとうございました